どうも皆様です。というわけで私がお送りしますバンドリー。はい、というわけで皆さんハロハピ放送局ご覧になりましたでしょうか。私はバッチリ見ることができました。一応概要欄に載っけておりますんでね。はい、もうねバンドリーフィルムライブ公開前ということでね、ものすごく情報量がねすごく豪華だったし、もうねもう盛り上がりましたよ。本当に楽しかったね。先行公開で一応フィルムライブのポッピンパーティーのダブルレインボーが公開されたんですよ。めちゃくちゃテンション上がったね。もう普通にパソコンの前で応援してたからね俺もコールしながらねやってましたけれども、さあその中でですね、新しいでこちら情報が来ました。まずは追加カバー楽曲ファティマとこれからでございますね。ファティマはシュタインゲートの、ね、オープニングなんですけど、僕はあのちょっとねシュタインゲートあんまり見てないんで、これがどういった曲か知らなかったんで後でね見るようになったんですけれども、めちゃくちゃかっこよかったですね。もともとねあのそのロゼリアってスタインゲートのオープニング1曲歌ってますから、もう全然違和感ないし、やっぱりうんかっこいい曲だからロゼリアにぴったりかなと思いましたね。そして、ハローハッピーワールドのこれからですね。これ竜王のお仕事のオープニングらしいんですけど、僕はあのアニメあんまり見る人じゃないので竜王のお仕事は見てないんですけれども、あのマチコさんが歌ってらっしゃって、そうマチコさんすごいファンで、そうなんですよ、あの同じ広島県出身で応援してるっていうのもあるんですけど、やっぱり歌声も素晴らしいですし、やっぱり楽曲もね、それこそあのファンタスティックドリーマーね、もうハロハピでカバーされてますけど、ファンタスティックドリーマーもあるし、トゥモローとかもこのスバの楽曲はマチコさんが歌ってらっしゃいますからね。ということで、まあ、これからって楽曲を知ってたんですね。なので、まあ、これをハロハピがカバーするってことを聞いてめちゃくちゃテンション上がりましたね。そんな中ですね、またあの MV が追加されるということで、 MV 追加も熱かったですね。まずはキューマイフラワー、そしてデターミネーションシンフォニー、豪華豪快ファントムシーフ、この2曲においてはちょっと難しいから MV 見てる暇ないかもしれないんですけれども、そして世界のビノビトレジャーですね。これもちょっとねアニメではねあのちょっと後半がちょっと鶴舞心ちゃん飛び降りちゃったからね、どうなるのかちょっと心配なんですけど、はい、まあどんな風に MV になってるかちょっと気になるところですね。そして10月、ヨロ、そしてオンユアマークアフターグローでございますね。ようやくアフターグローね MV 追加されてね、よかった。ヒカサさんも多分喜んでらっしゃるんじゃないでしょうかね。そして、ゆらゆらリンドンダンス、これもいい曲ですね。あの MV が個人的にグッときたので、それを見ながらプレイできるっていうのは非常に嬉しいですね。そしてみんなが大好きファイヤーバードですね。はい、まあ、これもちょっと見てる暇ないかもしれないんですけど、はい、嬉しいね MV 追加でございます。そしてなんともう一曲、とうとう皆さんが待ちに待った MV と言ってもいいでしょう。こちら、そうダブルレインボーがですね、はい、こちらバンドリーフィルムライブの映像がフルバージョンの MV としてダブルレインボーが追加されるということで、皆さんとうとうあのダブルレインボーが MV で、しかもフルですよ。皆さんちょっとこれで見た時思ったでしょうね、フル、いやでもガルパの楽曲って短くなってるからフルって無理じゃない、いや無理でしょと思ったんですけど、その後ね新しいアップデートが来たんですよ。そう、新機能フルライブ機能でございますね。なんと楽曲をフルサイズで遊べるようになって、その第1弾がダブルレインボーでございますね。あのねみんなが待ちに待ったねダブルレインボーが MV で来て、しかもなんとそれがフルでっていうね、めちゃくちゃテンション上がりましたけどね。いや嬉しいですね、フルライブってことなんで。ダブルレインボー確か3分後半ぐらいの楽曲だったんで、俺そんだけやれる体力あるかな。ちょっとねあのどんな風になるかまだ分かんないです。難易度も分かんないし、ノート数も気になるところだし、一応なんか体力はなんかそのノート数によってとかなんか分かんないですけど、ちょっとあの減少がちっちゃくなるみたいなんですけど、はい、いやーこれはね嬉しいですね。めちゃくちゃ楽しみだしね、これからもだからどんどんねフルバージョンがね出てくるわけですから、いやーこれちょっと今まで音ゲーでこうね楽曲でフルで遊べる音ゲーってあんまりないっていうか、多分俺は見たことがないので革命だと思いますねこれは本当に。いやーガルパ進化するな。ああもうチョコの季節か。そうだね、秋は確かにチョコレートフォンデュやフォンダンショコラ、それにチョココロネも美味しくなる時期だからね、いい時期だよね。うん、チョコって季節関係あんの？